ちょっとだけプラスにはなる。そういう話になる。そもそも新潟メガ情報第5レース出走学馬の登場。メイクデビュー新潟伊佐井新馬芝 1800m 出走メンバーは13頭です。1番なで父はゴールドシップ。デビュー戦の馬体重は 426kg。 鞍上は田口寛太、鞍上量 52kg。 2番天のナウシカ父は新種馬レイレオ 434kg。長島真奈美、52kg。 3番、小金の空、父はゴールドシップ、438kg、柴田大地、55kg。 4番、サノノブレイダー、父はディスクリートキャット、450kg、秋山俊樹、54kg。 5番、パーレント、父はアーツフライ、504kg、増山晃平、55kg。 6番、元気郎さん、次はマッキー、478kg、松原ゴールマン、55kg。 7番トモキャリコー、次は新宿はレイデオロ、480kg、津村明慶、55kg。 8番ショコラエプレイド、次は新宿はニッキーグローリー、454kg、菅原隆一、55kg。 9番最高だね、次はタリスマニック、438kg、北村博士、55kg。 10番ベルのレイズ、父は上海ボビー、502kg、和田龍二、55kg。 11番名称バロマー、父はバロ、476kg、志田裕二、55kg。 12番アルデルオーモ、父はオルフェーブ、460kg、小畑拓也、55kg。13番イモータルバード、父は新宿のレイデオ、466kg、坂井雄生、55kg の浮上。新潟今日一つ目の新馬第5レース、芝 1800m2 歳新馬13頭立て、発走まで待ってください。